どうも皆さん、おはようございます。シブウォリアー戦闘めちゃくちゃ耐えてめっちゃ輝くリュウです。さあ本日なんですが、カラクリ新しいねバランス型のカラクリっていうのを、ね、ちょっと作ってきましたんで、ちょっとご紹介してみようかと思います。結構事故んないんですよこれ。意外と事故んないんですよ。カラクリってリスタートを使ってたじゃないですか今まで。なんですけども、リスタートが修正されて、でなんか魔法とトラップ両方ともなんか7枚ずつ入れないといけないみたいな、なんかすげえなんか縛りきつくなっちゃったんですよね。でカレクリってこの初動のイナシチがあれば一応動けるし、あとニニシとカラクリクレがあれば動けるんですけれども、そのニニシがリミット2になるんで、リミット2のカードを入れられない、まあ、つまり局所的ハリケーンを入れられないっていう、まあ、そういうことになるんですよね。だからこれがリミット2なんで、だからなんとかしないといけないなと思って、僕もカラクリ結構好きなので、ね使ってて、まあ、割とシンクロ連打できるの強いじゃないですか。なんで今回バランスで、まあ、一応その魔法とトラップ7枚7枚にしてリスタートでもいいのかもしれないですけども、普通にちょっとバランスでやってみたら意外と事故んなかったんで、結構初動意外といけるんですよ。なんでご紹介ちょっと対戦見ていただきたいなと思ってます。カラクリ自体のギミックは今までとあんまり変わらなくて、そのイナシチもしくはニニシカラクリクラで動いていくみたいな感じの動きをしていくと。でイナシチから持ってくれるそのガマ油とか、カラクリコあたりはこの初動の一応その7、8で立てることがあるんで一応入れてますと。で防御札としてワナーカードが1枚来るんで、まあ、来たら強いカードを、入れました。一応ねこのね肩ごくらはこいつでサーチできるから、もしかしたら1枚にしてデモンチェーンとかインガ切断とかでもだけでもいいかもしれないし、普通にフレンドリファイアとかでもいいかもしれないし、この辺はその環境に合わせたまあ、強い防御札でいいと思います。ワナカードはね、だから意外とワナカードは適当で、魔法カードなんですけども、まあさすがにバックを除去できないときついんですよね。さすがにこれ先行だったら一応動ける、結構動けるからいいんですけども、後攻取っちゃった場合にその相手の妨害を踏み抜いていけないといけないんですけども、カラクリってやっぱ1個止めないと結構止まっちゃうじゃないですか。だからコズミックサイクロンはとりあえず3積み、ここ局所入れたいんだけど入れられないからもうしょうがないですよね。だから罠とかでその魔法トラップをレッドリブートとかそういうのがあればいいんだけど、ないじゃないですかリンクスって。だからここで魔法トラップをその妨害するのはちょっと違うなと思って、ここはモンスターを妨害する札でもう魔法カードでもその相手のバックを除去していくっていう、そんな感じのね構築にしてみました。意外といけます。意外とカラクリ多分ねまだまだ全然使えると思うんでね、リスタートし死んでも全然いけるかなと私は踏んでおりますが、いかがでしょうか。そしてエクストラデッキも1枚増えたんで、生体をぶち込みました。8と3で11できるんでね、はい。というわけで早速ね、カラクリ無双ねまた引き起こしていきましょうよ。デュエルスタンバイ。いやこれバランス結構いけるぞ、意外と事故らないぞこれ。ほら強いもん、普通に強い。これはだから妨害構えればいいでしょ。やっぱ先行ゲーっていうのはちょっとあるね。でもね正直高校だとその妨害を踏み越えられないパターン結構あるんですよね。そこらし1枚とかでも止まるし、だからそこでまあコズミックサイクロンとか清掃とかを持ってないときついみたいなところもあって、そこがねやっぱり局所詰めないっていうのはやっぱりこれだけその妨害踏むのかっていうのはある。全然シンクロできなくて負けるとこ結構あるから。でこれまあどっちもいいか。こうしてでカラクリクラ発動ニニシで商人持ってきてで商人召喚しましょうか。そのね若干そのなんだろうな妨害には弱くなった。やっぱりどうしても局所的ハリケーンが詰めないっていうのと、あとちょっとデッキ少し厚くなってるんで、そのなんだろうなあんまり関係ないカードっていうか、そのなんだろうな今までのメインギミックに関係ないカードも入れないといけないんですよね。そこが若干、まあとりあえずガマ油を発動し、ニニシを特殊し、これで8出していく。やっぱ相変わらず長えよ。でも俺結構使うの割と好きなんで割と使ってはいたんですけど、ランク戦とかでも結構なんですけど、これ結構やっぱ先行これ動きしてすげえサレンダーされることあるんだよね。わかります。これすげえサレンダーされること結構あって、でこれよ、縦にしてワンドロー入るでしょ。でほらこれだって3これ強くない、これやっぱこの動き最強だよな。ターン終了。意外とバランスいけますよ。ちなみに先行ちょっと試してみていただければ皆さんもと思ってるんだけど、これ結構いける。
さあ相手のデッキなんでしょうか。ゴズミックサイクロン、まあ1枚ぐらいいいよ、1枚ぐらいはいい、サングセしてるからね。はい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 、オッケーオッケーオッケー、1枚ぐらいは全然いい。でなるほどね、ブラマジね、ブラマジ。じゃあハタゴクラ使ってその効果を無効にしていきましょうか。クナムザン、いやロットで抜かれないようにこっちでか、でロットの効果無効にするよ。あーイリュージョンあるか、あなるほど、イリュージョンマジックオッケー、強いな。デモンズチェーンでも同じだったから今の関係ないですね。でハタゴクラで逃げられて、サーチも入れられてしまうが、まあ私もワンドローが入るよ。さあブラックマンシャンオッケーってことは魔導陣とかそっち系はやられるのかな。ちょっと陣ナビだけ阻止したいんだけど、オッケー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 。まあでも言うてこうやってドローしていけばコズミックサイクロン引けるはず。ほらね、天才でしょ、言ったじゃないですか、言った通りになるんですよ、意外と強いから。はい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 、で魔導陣は全然いい。ちょっとこれ伏せたかったな、これ伏せておきたかった、人生で終わった。でマジシャンズナビゲートオッケー、陣ナビ確定ね、陣ナビ確定、陣ナビ確定したけど、まあこれもコズミックサイクロンがあるんで本当ゴリゴリ攻められますね。でさらに俺ワンドロー入るんで、さらにワンドロー入る。まずこいつを縦にするとワンドロー入る。いやーこれ強いよな、やっぱブレードやっぱぶっ壊れてるわこのモンスター。これだって行ってこいで何ドローしてんのって感じじゃない、強っ強ー、どんだけ強いハンド。これだからもう一回さナビゲート以外のとこ打ってんじゃん、ナビゲートじゃないとこ抜きたいな。ナビゲートはどうでもいい、それなんだろう、そっちゃナビゲートか、なるほど、ナビゲートオッケー、ナビゲートは全然いい。でブラックマジシャン出てきて魔導陣効果チェーンにコズミックサイクロン打ってばいいので全く問題はございませんと言ったところ、さあブラックマジシャン出てきた。でマジシャンズイリュージョンが出てくる感じかな。はい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 、攻撃表示舐めてんな、攻撃表示は舐めている。ちょもう逆に怖いよね攻撃表示は。で効果それにチェーンしコズミックサイクロンぶち込んでいく。さあしっかりと魔導陣を除外していく。つえーつっつえー、はい強ーい、はいからくり最強。さあお相手の方、社長よろしくお願いします。デュエル3倍いただけたつもの、あーよっけよっけよっけ、 BF ね、まあ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 、こっち高校でも専攻でもそんなに変わんなそうだよね。ブラックフェザーはあれがあるとめんどくさい、 BBC がちょ BBC 入ってるまして、追悼おじさんだときついね。なんかね最近ね結構ね遊戯王デュエルリンクス割とねそのね言語みたいな、けどなんていうかそのデッキをなんて呼ぶかみたいなので結構議論があって、なんか脱法って言うとなんかすげえ怒られるんですよ。なんかそのはなんか法だ何犯してもないのになんか何脱法とかっていう感じになっちゃうんですよ。だから脱法ってあんまり良くない言い方らしいんですよね。なんで私最近は追悼デッキと呼んでまして、もう使えなくなるから最後に使ってるみたいなね。でも基本的にはやめていただきたいけどね、その未来がないデッキを使うのは基本的にはやめてほしいと思ってるんだけれども、まあ追悼の気持ちもすごいわかるから追悼デッキと、呼ぶようにしております。さあネクロバリア貼られた、ネクロバリアは本当全然関係ないんであんまり別にいいですね。さあセットカードはあるかどうかといった話ではあるが、さあ今のところ全くでも強い動きではない。ああ全然いけるねそれ、それ全然いけるね。コズミックサイクロン余ってるね、コズミックサイクロン打っちゃおうか、コズミックサイクロン余ってから打っちゃおう。で眠る谷ネクロバレーを除外させてもらって、まあ、関係ないから使わなくてもらってるよ。で狩りカラクリクラを発動、さあ狩りカラクリクラの効果によって2に塩を持ってこよう。はいもう強いぞ、もうサレンダーしていいぞあでもワンキルできんか。で2に4からのクナムザンで、クナムザン特殊召喚入っていく。でクナムザン特殊召喚で縦にしながら特殊で、これで7シンクロぶち込んでいく。先にブレイですね。いやーこれやっぱり強いな、全然なこの動きがわでも意外とバランスいけるんですよね。この動き全然なんかあんま変わってない気がする正直、まあ、ちょっとその妨害できなくなって相手のその魔法トラップに対策できなくなったっていうぐらいで、レッドリブート欲しいんだけど、レッドリブート、レッドリブートだったら最強だわ多分、からくりバランス最強みたいになっちゃうからダメか、でもそれはバランスで局所とレッドリブートの両方引くみたいな、そのやべえデッキできるか。
で、クナムザン特殊して、で、これで、こいつを縦にして殴りに行きましょうか。で、カード1枚セット、セット、バトルフェーズ入っていく。コズミックサイクルは別にやんなくてよかったな。コズミックサイクルのちょっとガメってよかったですね、これね。ちょっと若干酸性の方が強かった。普通に。まあ、いいや。で、ターン終了。さあ、ビビれビビれビビれ。シムーンでも旋風でも何でもいいぞ。シムーンでも旋風でも何でもいい。ちょデモンズチェーン、あの、シムーン止めらんねえけど。はい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 、なるほど。でシムーンを手札に加えていく。ちょ旋風2枚きついからやめて。やっぱコズミックサイクルガメで、ガメるべきだったな、これ。絶対。シムーン。はいはい、オッケー。シムーン1枚だけ？シムーン1枚だけ。ちょっと若干プレミアしたが、シムーン召喚成功時、自分いいっすか？自分分からしちゃっていいっすか？自分分からせおじさんなんですよ、いいっすか？はい、コズミックサイクロン。はい、コズミックサイクロン。かわいそうに。何もサーチできないね。さあ、カード2枚で何かできるのかな、赤岩社長。これを分からしちゃったんじゃないですか？まあ、別に、はい、残念でしたね、社長。これがね、カラクリの実力です。さあ、お相手の方、カニ、よろしくお願いします、デル3倍。さあ、今やもう、エビがめちゃくちゃ大量発生してるんで、ちょっと若干影が薄くなってる、カニさん。行くぞ、ユース。てか、そろそろ、アンチノミさんまだですか？フーマ、いや、やべえモンスター来たわ。やべえモンスター来たわ。さあ、アンチノミさんまだですかね？あと、シンプルにちょっと二刀流だけやめてもらっていいですか？二刀流だけ。二刀流やめて。やめてよ、二刀流やめて。インが切断は強いが、何も引かんねえのマジ怖えんだけど。とりあえず2にし召喚させてもらっていいですか？で、1回これセットはやばい、光った。絶対二刀流だ。やめてくれ。これは通るだろう。オッケー。で、2なし召喚まではいいですか？いいです。2なし召喚はどうですか？2なし召喚はそれまで通してくれんのかな、まあ、とりあえずクナムザンしかないか。クナムザン持ってくる。いや、これワンチャン、これで、なんか奇跡起きて通してくれるとかないかな。ないよね、ないよね。うぅやばい、やばいこと起きてる。これちょっと待って、これデモンズチェーン、これデモンズチェーンだったか、これやばいか、これ。やっぱこれ、旗子くらい1枚とかでいいんじゃないか。これ、因果切断1のデモンズチェーン1の方が強いぞ、基本的に。こういうことになったら。これやっぱ、旗子からは、カラクリがいないと使えないってのはかなり弱い。さあ、どうだ。さあ、これ、モンスター引いたか、モンスター引いたか、モンスターを引いたか。ちょ、モンスター引くのやめよう。マジで。ガチで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 。モンスター引くのマジでやめよう。なんだろ、これ。この手間は。傷の力？あ、引いてないんじゃないこれ。あ、いけるいけるんじゃない。あ、来た。耐えた。いけるまだわからん。まだわからん。このターンで打つ意味は、意味がわかんない。これ、だから旗送らあるから、ワンチャンあるぞ。デモンチェ、遅えよ、バカタレ。遅えよ、バカタレだが、もう一回、同じ動きしに行く。あれなんだろうね。あのクセカードなんだろうね。二刀流だったら、使っててもおかしくないんだよな。で、二にし召喚から、もう一回いなし、行くしかなく、あ、でも、一回旗をから打って、無効にしてからでいいんじゃないか。これ無効にしたら止めざるを得ないもんね。効果を。旗ごくら、旗ごくらで、旗ごくら、二にし発動、対象を取って、支援で、二刀流なるほど。二刀流なんで打たなかったんだろう。因果切断は。あ、でもこれ止められるか。これは止められる。これどうなんのこれ。これどうなんの。支援除外できないよね。支援除外できない。で、二刀流で戻される。旗ごくらで無効になる。あ、これ、あれ？ずるいよ、二刀流2枚は。二刀流2枚はずるいよ。ふざけんなよ、こいつ。一生シンクロできないんですけど。はあ。
このゲームマジでおもろいわ。